どうもゆうさです。ゴリ押し深淵シリーズ第2弾アルテマバスターです。こいつは黒魔法ですね。黒魔同士が共鳴している状態ですね。まあ、んでうちのメンツで黒魔法はまあ強いメンツが多くて、今回はレインズ、闇雲さんで、リノア、オニオンと、まあバースト尽くしですね。まあ、バーストがいなければいないで全然大丈夫なんですけど、一人二人いたら多分大丈夫です。でスペースコミ出すために、闇雲さんに2つ水と炎で、オニオンが無属性を担当します。それはスペースコ要因ですね。はい。で回復は例のごとく A 子で、また A 子のフレンドが欲しいんですが、いるかな。はい、いるかな、いるかな、いてくれるとありがたいんですけど、意外といない、意外といない。まあ鉄壁でもいいんですけど、まあ、鉄壁にしましょうか、めんどくさいんで。はい、よし。ここはまあ鉄壁多分結構効くんで、普通に魔法防御無視の攻撃だけではないなかったと思うんで、あんま覚えてないですけど、はい、行きたいと思います。我が名はアルテマ、時の彼方に忘れ去られし者、我は創造されて間もなくこの地に安置された。我は何をすべきなのか長い間考え続けた。その答えがようやく出たようだ。知らんけどね。さあ行きましょう。じゃあ予言して、フェイスもいらないですけどね。スペースコを満たすためにはですね、まあまずはこいつを一回削り切って、あのスフィアを出してもらわないとダメなので、スフィアというなんか謎の存在を、まあそこまではさっさと持っていく感じですかね。はい、魔法はガンガンに効きますし、共鳴もがっつりしてるんで、まあ、そう削るのは難しくないと思います。物理とかさえしなければそんなに強いもんでもないです。こいつはヘイストかけます。マナスフィア来ましたね。よし。で本体へのまあ攻撃がまあ無効化されるんですよ、 こいつがおるときは。ですのでこいつにこうスペース、まあスペースコを満たすのもそうなんですけど、こいつ打ち込んでいく感じです。こいつに、こいつを狙って打つと、こういうふうになんかいろいろ反射して謎の効果が起こるんですね。これをやっとかないと、まあ、これをやらないとスペースコを満たせないので、あと炎を入れます。ちなみにこの反射で倒そうと思ったら、確か無属性か雷とかがおすすめだったと思いますね。これ無属性、これで向こうにダメージが当たるんじゃないかな。あ違う、ああこんな感じね、こんな感じで当たるんですけど、はい、死んでまいそうやな、壊れてまいそう。壊れるんじゃないか、壊れた。アルテマアビス、はい、ゴミとゴミダメージと、であとはもう倒すだけ。ただスペースコちょっと満たせてないんで申し訳ない。ちゃんとちゃんといけるかどうか不安なんですけど、ちゃんといけるかどうかすごい不安ですけど、なんとかなるだろうか。適当に魔法も超適当に積んできてしまったんで、まあ、マナスフィアを壊すまでに、そのなんていうんですかね、スペースコを満たすために積んできたんですけど、連続攻撃系の魔法だとまあすごいあんな感じでダメージがバシバシ入るんですよ。はい、
ですので、あ、よかったよかった、マスクできました。ですので結構おすすめは、あの魔女のアビリティのサンダーとか、あ、この辺は多分結構おすすめかなと思います。連続で入るやつ。ただもうダメージはいつも食らいよるし、潰れてしまうんで、もうさっさと鉄壁張って、で今みたいな感じで受けちゃって、でぶち殺せばいいと思います。スペスコだけは満たすように注意してください。はい、まあ弱いですこいつは。はい、ということで見ていただいてありがとうございました。